深沢クリニックを開業されています深沢千佳子先生です。青年期発症の慢性疲労症候群の子を持つ内科医の母としてということで15分ほどお話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。深沢と申します。私今日スライドとかは用意はしてなくて、患者の母として内科医として発症からつぶさに見たということで皆さんにご報告とヒントがあればと思ってまいりました。もう一つここに今日来た理由の一つは私青森市出身でございまして、青森高校出身でございまして、早速高校の同級生を呼びつけて煮干しラーメンを食べてからここに来ました。私循環器を専門としていましたが、結婚してからは、世田谷で内科一般を開業する、つまり、内科一般というのは皆さんが風邪をひいたりインフルエンザになったりしたらまず行く内科ですよね。そういうところで開業しておりましたので、一般的なことは人通りの検査なんかもできる、先ほど言った一般的な開業医の先生だったらこのぐらいができますよっていうところができる開業医だと思っていただければよろしいと思います。息子に関しては17歳の高校3年生の時に、全くそれまでの生育歴っていうことに関しては何ら問題がなく、元気に部活動を行っているようなどこにでもいるような高校生でしたが、突然の胃腸炎を発症したところから約2ヶ月それから寝たきりのような状況になってまして、そこからはなかなか例えば私が朝起きなさいと起こしに行っても起きることができない、起きることができないだけじゃなくて起こそうとするともう朦朧としているような状況が何日も続くっていうことが起こりました。この時に先ほど言ったように一般的な検査はもちろん自前でできますので全てをやりましたが異常はないわけなんですね。一般的な血液の検査や例えば胃腸の症状がありましたので胃カメラをやったり腸炎、ひどい腸炎じゃないかっていうことで腸の検査をし大腸の検査をしても全く異常はないわけなんですね。ですからこの病気がいかに一般の内科の先生が見てすぐに診断できるものなのかどうかと言われればこれはノーですはっきり言って一般の内科の先生が診断できる状況では現在ではないとお考えいただいてそれは間違いないですよね。なのでこの状況のあり方を、皆さんの今日いらした一般の方で覚えておいていただきたいのは何かしら感染症というはっきりとしたインフルエンザ名前がつかないものであっても何かしら大きな体に立ってのストレスがあった後に長引いたような寝込んでいるような状況というのは誰にでも起こりうることであってそこからなかなか起き上がれない状況というのは非常に病院に行ってもなかなか説明のしようがない状況なんですね。例えばお熱が出ているというのは説明しやすいとは思うんですね。どこか痛いというのもまだ説明もしやすい。ただ疲れているという言葉の意味は非常にピンからキリまでありますし起き上がれないという言葉もピンからキリまでありますよね。起き上がって立ち上がって何かできないのかベッドの上に起き上がることさえできないのか、ですからその伝えることの難しさもこれは非常にあると思うんですね。私が朝見てこういう状況かと分かるから比較的早めに慢性疲労症候群っていう病名にたどり着いたっていうところはあるんですけれども、一般的な病気の状況を一般の内科の先生にお伝えしに行ったところでなかなかこの病名がつくとははっきり言って難しい状況だとは思います。現時点では難しい状況だとは思います。ただ誰にでも起こりうるということと何かしらの、ウイルスや何かしらの感染症があった後ということをまずは前提に考えればそういったことがあった時には要注意なんだということなんですね。ですからそこは一つだけ今日覚えて帰ることがあるとするとそういう状況は誰にでも起こりうることなのでということなんですね。覚えていていただきたいと思うんですね。でお子さんの場合例えば今私普段診療していてもそうですね10代のお子さんたちを診断するに
一人だけでいらっしゃってもさっぱり言ってることはわからないですね。語彙がないので、そもそもがですから、本人がどの辺の状況なのかっていうのは本人に語らせてもダメですから、やはり親御さんの務めとしては、まずは一日のうちでどのくらい起きられているのか、いつぐらい起き上がってどのぐらい、例えばどの程度の遊びができているのか、そういったことを観察すること、それを客観的に伝えることっていうのが非常に病院に一緒についていった保護者さん の, 大切な大切な役割なんですね。本人が疲れてます、疲れて動けませんって言っても、なかなかそれが診断に結びつくかと言われると、そういうことではないので、保護者、家族 の, その観察っていうのは非常に大切なことではあるんですね。で、私も医師でしたし、主人も医師ですので、早くから理解っていうものは、この病気に対して、要するに、どうしてもこの病気の人を見るとついつい根性論を振り回したくなるんですね。ちょっと根性が足りないんじゃないかと、もう少し頑張ればなんとかなるんじゃないかと、毎日ちょっとずつやればなんとかなるんじゃないかっていうことを振り回したくなるんですけれども、それは非常に軽い症状の人にはおそらく効果的なものかもしれませんけれども、先ほど言った中等度以上の人には安易に、あ、でも逆効果であるということですね。実際にこの診断に至る前は、私もこういうものはリハビリっていうものが大事で、やはり少しずつでも歩いてみなさい、ちょっとでも歩いてみなさいって言ったら、大体1日目は少し歩きます、2日目はちょっと少し歩いたんだけどもだいぶ疲れてます、3日目になるとかなり疲れて、4日目からはもう起きてこないっていう、そういう状況になりえます。なのでそういう状況を見たら、やはり病院に行きましょう。こういう状況です、1日目こうでした、2日目こうでした、3日目やったらもうとうとう起きてきませんでしたと。ですからこういう何かしらの数量的な表現というのは、非常に病院に行ってお知らせするときにも大事な話なんですね。人によって疲れたの度合いは、それは言ってる本人もいろいろ差があるとは思うんですけども、捉える方も非常にその疲れというものに関しては日本語には差があるということですよね、はい、ですからこの病気を理解するということは人の疲れを推し量るということでもあるんですけれども、この人の疲れを推し量るというのははっきり言って、今疲れをいろいろこう定量化したり目に見えるようにしようということで診断に結びつけようとはしてるんですけれども、まずはご家族の役目としては、それを客観的に見て伝える、病院に行ったら伝えるっていうところが医師側の方での一つ大きな、一般の内科に行って訴えた時の大きなヒントになるっていうことを覚えて帰っていただくと、私今日ここに来た意味があるかなとは思うんですね。でちょっと学問的な話をすると、こちらのこの慢性疲労症候群にはいくつかの少しサブタイプっていうものがあると私は感じてるんですね。ですから自分の、例えば自分がそうだったり自分の子供がこうだって言っても全く同じような状況かと言われると、そうではないっていうのがまたこの診断を難しくしてしまってる原因だとは思うんですね。ですから今後こういった診断のこういうタイプだこういうタイプだっていうことがもう少し分かりやすくサブタイプ化されると、それが結局は診断治療っていうふうにつながっていくんじゃないかと。おそらくサブタイプが違うと治療も違っていくっていう可能性が大いにあるっていう、まだ解明途中の病気であるということは病気であるんですけれども、最近は自己免疫疾患、神経の自己免疫疾患でもある可能性が高いということで治験も海外では始まってますし、いい結果も出てますので、まだこれからのこれの治療っていうことにおいてはスタートラインに立ったところじゃないかなっていうふうに感じてますので、不治の病とは思っていませんので、私が生きているうちになんとか解明することに少しでも貢献しておきたいなと思いますので、何か家族の中でご相談があったりするようなことがあれば、本人を連れてきたりすることは非常に難しいのはこの病気ですから、メールでも結構ですので、ご相談していただければ家族の立場としてもご相談に乗ることは可能だと思いますので、ご連絡くださればと思ってます。クリニックにいらっしゃってもいいんですけども、これを診断するには非常に時間がかかるものなので、まずはそういうご連絡で結構だと思ってます。
はい、ありがとうございました。